カラスカワダカンキ殺せナイフゼレッタ雑誌にして殺せカラスカワダカンキ殺せカラスカワダカンキナイフゼレッタ雑誌サンドバラバラサンドインターネットの掲示板の2チャンネルに殺害予告の書き込みをしていた男が逮捕されたんですが、その殺害を予告された被害者の男性は意外な人物でした。唐沢高木の頭脳どうもすー唐沢高木殺せナイフでレッタ雑誌にして殺せカラスカワダカキの殺せカラサワダカキのナイフで殺せカラスカワダカキの殺せナイフでレッタ雑誌にして殺せカラスカワダカキの殺せカラサワダカキのナイフで殺せ。